はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、これ後ろね、もう大きい看板見えております。お店がですね、こちら後ろに見えております。埼玉県にございますうなぎ料理の専門店川翔さんにお邪魔しております。まあ、こちらのお店ね、先日ドラコくんなんかも大きいうなぎの温玉丼食べているようなね、動画なんかも公開しているので、大食い好きの方はね、知ってる方もいらっしゃると思うんですけれども、今回はですね、僕が普段からお世話になっております煮干し乱舞さんというラーメン屋さんのオーナーさんからね、ご紹介をいただきまして、本日はねこちらのお店に伺いました。こちらのお店なんですけれども、 Twitter とか SNS 等でうなぎを使ったねドレスドオムライス、これがもうめちゃめちゃバズったらしくて、そちらのドレスドオムライスなんかも食べていく予定なんですけれども、もちろんねうなぎ屋さんなんで、うな重とかね好きなだけね頼んで、絶品のうなぎ料理を楽しんでいこうと思っております。それではとりあえず店内の方に入りたいと思います。はい、ということでね、ただいま店内の方に入ってまいりまして、今回ちょっとね第1陣2陣と、料理を注文させていただく予定でございまして、もうすでにね1陣のメニュー到着しております。いやー、もうね出来たてが食べたいので、早速いただきますと。まずね一品目こちらでございます。うなぎのお店にね、まあ、卵好きの僕と、まあ、これは外せないということで、うまき卵注文させていただきました。うまそう。うわ、これ卵ふわふわっすね。うまそう。ちょっといただきます。うわ、うまっ。卵もうなぎもね溶けるわ。やっぱ、うん、もう一品目からやばいわ、うまい。うん、そしたら続いてねこちらですね、串焼きなんですけれども、うん、うん、あ、ビール飲みたい。今ね、兜いただいたんですけど、臭みがね、全然ない。頭周りとか骨周りとかでもこんな臭みないんだ。ちょっとヒレを。ふわふわ。うまっ。うん、うなぎってうめえ。ちょっと続いてこれね、ホルモンですね。うまい。うん、あ、またちょっとほんのり苦味。あー、これうまいな。ホルモンはね 100% お酒っすね。今日はね、まあうなぎといったらうな重みたいな感覚だったんで、やっぱねご飯ものメインかなと思ってたんですけど、一品ものやばいっす。初体験。うん、ほんとこんなうまいんだの連続。そしたら続きましてこちらのメニューでございますね。珍しいメニュー、僕も初めて見たんですけど、うな刺しでございます。こちらのうな刺し企業秘密らしいんですが、もうめちゃめちゃ手間がかかるらしいんですよ。やっぱりね他のお店じゃ見たことないんで、これね楽しみだったんですよ。ちょっと食べてみたいと思います。ひとまずねこれ調味料つけずにいただきます。うわ、うまっ。うん、ほんのりコリッとした食感もあるんですけど、身がね弾力もあるし、プリプリでかつね脂甘い。これはねうまい。うん、でこれね調味料ポン酢醤油ごま油と
3種類ねいただいたんですけど、正直ねそのまんまで十分なぐらい旨味あります。ただこれねせっかくなんでこれお醤油つけていただきます。よいしょ。甘みがね、一気に増すかも。あ、うまっ。続いてね、このごま油いただきます。いいよ。うん、あ、これもうまいね。続いてポン酢かな。うん、ポン酢もうまい。でも個人的にはですけど、甘みとかね、旨味が増すので醤油が一番好みかも。うん、うまっ。そしたらね、一旦うな刺しは置いといて次のメニューですね。こちらの川翔さんはうなぎもね、もちろん美味しいしメインの食材なんですけれども、土壌、これを使ったメニューも有名みたいでして、こちらのメニューはドゼウ柳川というメニューでございます。もうね、ほんのりといい匂いがしてるんですよ、さっきからずっと。ちょっと開けちゃっていいですか。そしたらオープンってことで、うわー、いや、これうまそう。僕もね、地元が足立区ってとこに住んでたんで、浅草とかね結構近かったんですよ。でやっぱりね、子供の頃からまあ土壌の鍋とか柳川鍋っていうのは結構ね馴染みがあったんで、これねすごい楽しみでございます。いや、これ絶対うまいもんな。うわ絶対おいしいもんなこれ。うん、うまい。うん、やっぱり土壌の方も全然ね臭みないですし、このね皮目のプリンプリン感っていうのかな、このねコラーゲン感が絶品っす。うん、土壌なんてって思ってて食わず嫌いしてる方もう絶対食べてほしい。本当にうまいです。こんな贅沢していいんですかね、怒られませんか。うん、うん、うまっ。うん、今日の動画もね正直気抜いたら無言の動画になる可能性があるぐらい感動しております。このね割がねいい味してますね。出汁がめちゃめちゃ出てるな。で、ほんとね、このうな刺しも、いろいろこの味変というか、香りのね、変更する調味料いっぱい載ってるんですけど、それを使いたくなくなるぐらい、旨味とか風味がすごいっす。なんかね、もったいないと思っちゃう。ということで第一陣でございますね。完食でございます。ごちそうさまです。ということでただいまね2巡目のこれ一番トップバッターでございますね。ご飯物なんですけれども、白桃在住の極みというメニューになります。こちらのメニューなんですけれども、うなぎの焼き方って東西で違うみたいで、その東西別々の焼き方で焼いたうなぎに白焼きの3種類がね詰まった豪華なねうな丼らしいので、早速食べていこうと思います。いきますよこれ。どんどん、うまそう。こちらが白桃在住でございますね。いや、これ反則っすね。これうまそう。うなぎの方はねこんな感じでございます。東側の方は蒸して焼くのでふっくらタイプなんですが、これね西の方は、まあ、直焼きでカリカリに仕上がったうなぎになっているそうです。でその間に挟まれた白焼きと、一
とまずね、まあ、僕はこの関東に住んでるので馴染みのあるふわふわの東側から、てかふわふわだなこれ。うわうまっ。ああこんなうまいんだ。身がねふわふわちょっとね行儀が悪いかもしれないんですけど、これ持ってもいいですかね。ちょっと豪快にいきたいです。続いて僕は食べたことないんですけど、こちらのね関西風いただきます。あ、うん、こんな違うんだ。うん、関西もうまっ。うん、確かに焼き方的にはね、まあもちろん関東の方がふわふわはしてるんですけど、この皮目っていうのかな、外側のサクサクの食感と、またねちょっと香ばしいんですよね。これうまいね。これ間の白焼きですね。これ見えますかね。身がね、ふわふわです。うわ、白焼きってこんなふわふわなんだ。絶品です。うん、うん、もう正直ねこれだけうまいと喋ってられないです、うん、ちょっと最後のうなぎですね。はい、ということでね、にじんの2品目ですね、到着いたしました。こちらがウニとうなぎのひつまぶしの特上でございますね。いやもうねメニュー表の写真がやばかったんですよ。でこれねおそらく以前ドラコくんがデカ盛りで食べてた商品なんですけど、いやね動画でもうまそうで頼んじゃいましたね。ちょっとねこれ早速蓋開けていきましょういやーということでこれいきます。オープンと、ああこれやばいっすね。皆さんこれ見えます？反則だよ。待ちきれませんので早速ねいただきますということで、これ卵黄割っていきましょう。よいしょ。いいよ。うわいいよ。ああこれ見えます？これ、うわいやこれやばいな。ちょっといきます。喋る必要ありますかね。説明する必要あります？いや、うまいに決まってるよねこんなのはもう、うん、もちろんねさっきのうな重のようにこのうなぎも香ばしかったりふわふわ感あるんですけど、まあね、ちょっと驚いてるのは、まあ、ご飯もねこのうなぎもあったかいのにちょっとだけね温まってるウニが全く臭みを感じないんですよね。全然臭くないんだよな。うん、ちょっとねオープン前にオーナーさんともお話ししておりまして、ちょっとねこのメニューについてお話ししたんですよ。このうなぎだけじゃなくてウニもねかなりいいのを使ってるっていうのはお話は聞いてたんですけど、想像以上に臭くないぞ、うん、
で何よりもウニの水分も抜けてないし、旨味もね詰まってる。これ食べてほしいな、これあ、ダメだ本当にさ、さっきのうな重もそうなんですけど、もうね、これがうますぎて三角食べできませんそれぐらいうまい。ちょっとね、集中して食べちゃうわあ、いや、本当に絶品でございました。ごちそうさまでした。はい、ということで最後のね、一品が到着いたしました。最後のメニューはね、金のうな丼、こちらもね、特上でございます。ちょっとね、見てほしい。これ見えますかね、反則ですよね。そしたらね、こちらのメニューも卵が固まる前に早速いただきます。これね、皆さんに見ていただきたいんですけど、見えるかな、このプルプル具合。いや、ちょうどいいね、火加減いっちゃいましょうか。これよいしょ、いいのかな、こんな贅沢していただきますいや、罪な味してますわこれね、半熟の卵にうなぎ、ご飯で、うなぎのタレもかかってて、バターも使ってて、うまくないわけがないもうね、犯罪ですうん、これこそ初体験だな、うまっいや、ほんとね、不思議なんですよ。もうバターも多分しっかり使ってるでしょうし、こんだけね、タレもかかってるんですけど、特にね、余分に塩分とかを加えてるわけではないので、洋風のね、オムライスの味なんだけど、なんかね、上品なのよこれはね、あの未知の体験でございます。うん、いや、これ食べちゃったら忘れらんないなうん、このね、バターの香りとかが強いんで、その洋食のような雰囲気もあるんですけど、味の出し方というか、この旨味の出し方がね、もうしっかりと和食なんですよ。これがね、本当に不思議。うん、うん、めちゃめちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、ということでね、ただいま川翔さんでもうね、いろんなうなぎ料理をいただいてまいりましたが、どれもね、絶品すぎた。正直なところね、普段生活してる中でなかなかね、うなぎって僕は食べる機会がないので、経験値が足りない分ね、こう何と表現していいか分かんない部分もね、確かにあったんですけど、本当にね、いろんな新体験味わわせていただきました。改めて本当、今回はうなぎがこんなにも美味しい食材だったんだってことをね、実感いたしました。もちろんね、うなぎを使っているので、普段食べている食事よりは割高になってしまうかもしれないんですけど、このグレードがね、この値段で食べれるんだったら、かなりリーズナブルだと思います。ぜひね、皆さんも何かいいことがあった日とか、自分へのご褒美にね、川翔さんのこの絶品のうなぎ、食べてみてください。もうね、これを食べたらきっと他で食べられなくなるぐらい、本当に美味しいうなぎでございました。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画があったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあね。